まっすぐやったらまっすぐ行かないわちょいひねりぐらいで使う前に、アームシリンダーのサビがちょっとまだ荒かったので、オイル漏れしても嫌なので磨こうかなみたいな。あとエンジン洗浄剤とかを気休めで入れとこうかなみたいな感じです。ここにちょっと大きなサビが、ここに、あ、こうやって手で触って分かるもんな、まあ、指で触って、これだったら600スタートぐらいでいいかな。全然違う。バイクのフロントフォークとかもこんな小さなテンサビからオイルが漏れ始めるので、ペーパーはできるだけシリンダーの可動方向前後に動かすようにしよう。結構深いな。これなんか入れた方がいいかな。
もう一箇所これか。とりあえず2000番でちょっと仕上げても良すぎましょう。だいぶいいですね。
16時1分。